ヘンリー軍はアメリカ合衆国アラバマ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,302人であり、2000年の16,310人から6.1%増加した。軍庁所在地はアベビル市であり、同軍で人口最大の都市はヘッドランド市である。軍名は著名な弁論家であり、 バージニア州知事を務めたパトリック・ヘンリーにちなんで名付けられた。ヘンリー軍は同産大都市圏に属している。ヘンリー軍は1819年12月13日にアラバマ巡州議会によって設立された。その領域は昔からローワークリーク連邦の一部であり、その前の数千年間は様々な先住民族の文化が栄えていた。 1814年のジャクソントリデ条約でクリーク戦争を終わらせ、クリーク族インディアンからアメリカ合衆国に割上されたものだった。軍設立はアラバマが州になる前日だった。1833年、アベビルが軍庁所在地に指定された。ヘンリー軍の創設時は州内最大の軍であり、現在のバーバー軍、コフィー軍、コビントン軍、クレーンショ軍、 デール軍、ジェニーバ軍、ヒューストン軍、パイク軍の領域すべてを含んでいた。最新の軍であるヒューストン軍が1903年に作られるとヘンリー軍は面積最小の軍になった。1814年以降開拓者の開発したフランクリンがクリーク属領土では最初のヨーロッパ系アメリカ人による開拓地となった。チャターフーチー川沿いにあったアベビルが 川港として機能した。当初のヘンリー軍領域は、アラバマワイアグラス地域に入っていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は568.33平方マイルであり、このうち陸地561.80平方マイル、水域は6.53平方マイルで、水域率は1.15%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。